逃がすなよ。最後、最高ポイント。このピンポイント、ピンポイントキャスト。キレックスが効果的ですね。合流したんじゃないか、このぐらい。みんな同じサイズだね。必ずこの親がいるから、この親が、ビッグママが。判定キャストね、キャストすることが面白い。それだから釣りはまらないね。こんにちは、久しぶりです。ノリです。僕は今北の大地、北海道にいます。で、今回はですね、まあ天然野生のニジマスとアメマスにターゲットを絞ってですね、ライトタックルで攻めてみたいと。当然ミノー、フローティングミノーだけです。シンキングもカウントダウンも使えないフローティングミノーでやってみたい。それが僕のテーマですね。で、どうしてそうなのかっていうと、大地の新緑の香りっていうのは本当になんかこう、人をワクワクさせるっていうかな。やっぱりこの春が来るのを待って待って待ち抜いたっていう、そういう喜びがこの大地からも、夏じゃなくて言うようだけど、こう溢れ返ってるって感じですね。生命が昨日冬になんかこれ完璧に表していて、本当にあっていうか、このなんかエネルギッシュでパワフルですね。本当にこれ北の大地に繰り返します。これを繰り返します。だけどね、これのもっといいやつじゃないとね。はい、ニジマスです。難しいからあんまり見ないでね。もっと大きいのでね、あのオリーブバックの幅がすごいあるやつをね、今取りますから、ちょっと待ってください。あれフライネスだったら面白いんだけど、ミノーじゃない。僕らはね、あのサイズはね、イワシって言うんです、イワシ。あの下に、まあ皆さん分かってると思うけど、イワナがこう隠れてるケースが多い。いない時もありますよね、それね。ああいうストラクチャーにこう向かって積極的にピンスポットをブレずになると、まあ、そのやっぱりこうキャスティングのなんていうか面白さ。パンキャストっていう扇形に投げてるバスの釣り方なんだけど、判定キャストね、キャストすることが面白い。釣りの中ではすごくそれが重要だと思うんですね。例えばフライフィッシングってやっぱりフライキャスティングっていう行為がなくては語れないでしょ。難しいし面白いし綺麗だし、やっぱりミノープラギングね、やっぱりそのキャスティングの精度、それから美しく投げるっていうことも、大切なような気がするんですけどね。
釣れないってもんじゃないよね。どう釣ったか、どういうふうに面白く釣ったか、どう納得したか、これはやっぱり釣りではとても大切だと僕はこだわってやってます。やっぱりあの、どこにいたね。それだから釣りはまらないね。最高だね、ここ。ただ、このプールの底に石が入ってるかどうかだけど、間違いなく魚とかたまるところだと思う。僕が初めて北海道に来たのは、多分20年ぐらい、もっとかな、前だと思うんですね。日頃、接してない景色が北の大地、北海道にあったわけです。とうとうと流れてる。要するにその岸辺にはヨシが生えていて、それでそのヨシのこうえぐれてるところに魚がいたりというような、例えば要するにちょっと僕たちのこうなんていうかな、想像してたところと全然違うアプローチの仕方でないと釣りにならなかったっていうのが現実だったですね。そういうその僕らが思ってた性概念というか、それを見事に打ち砕いてくれたのが北海道だったんです。初日運よくタイミングがあって3本の伊東に会うことができました。その後は増水、それから濁流ということで思うような結果を出すことはできなかったんですが、本当に無限の可能性を見ることができました。そしてなぜ私が来ているか、それは北海道の二人から届いた一枚の写真と映像によって心臓は静かみにされて今ここにやってきています。おお
おお、でかいじゃん。よし、行く。ありがとう。もちょっと言ったけど、まずヒレがでかい、それからあの体がすごいスリムで力が強い、やっぱこう流れが強いところに行く魚なんだろうと思うんだけど、やっぱり野生的ですね。ちょっと感動してます。で、前回の田中秀夫に続いて今回森下が75センチだけど取った。でもね、これメーター超えたらちょっとこれ取れないよ。ベイトリール使ってもどうかなって感じね。こんなすごいロッキーでしょ、石がゴロ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 してて、だからそういうところってやっぱりこうねずれる、メインラインが行っちゃう可能性もあるし、いろんなことを考える、まあ難易度が高いポイントですね。いろいろなんかこう参考になるというか勉強になる、すごいいい伊藤でした。おお、出た。よしよし、いいもんだ、いいもんだ。いいとこで出たら、やっぱそこで出たら、うわあ、暴れた。ほつとち、俺はお前に全てを託して、いつもキャスティング、ほつとち、お前はいつもプロペラ回してうまく首振る。こんなにグッドな動きにバスは何考えてるか I don't know。 くねくねねちねちペラペラ、ほうほう、 Give me big mind。 そこの高速乗ったらさ、出口はもうあの目的地だから、これからどうですか、8時間圏央道だろ、ね、圏央道、そこからもう入り口入ったできたからさ、うん、まあ、あのいずれにしてもさ、70過ぎのじじいと60のじじい2人で楽しくやりましょうよ、ね。いやもうね、じじいになってもバスは釣りたいってこの気持ちだけがね、いいですね、いいね、本当だね、うん、やっぱり本当にバスやっててよかったっていうような思いような釣りになるといけないと思ってた、そういう映像が撮れたらいいなというところですね、うん、まあ、とりあえず私は今回運転手やりますから、僕が隣に座る。とりあえず行きましょうかね、途中でそば食っていつものパターンで、うん、今日は何も食ってくるでしょ、さあ行きましょう。小さいのがいっぱいいる。小さいのいっぱいいる。うん、ほら、また出た。下から続いたんですよ。おお。ロッドを変えるたびにキャスティングが来るんだよな。まあ、いいじゃないですか。ナイスキャストにバイトなしってんだ。昔は誰でも釣れたでしょ、手前で見えますが、うわがってる。その丸の一発の体がないんだよな、違う。そうです。
やるねやっぱり際だね、うん、そこの折れた、よし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 アメージングバット頑張りですね。嫌な感じだな。まさか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 バスだバスだバスだよ。これがたまらないのですね。最高だけどな。でもこれ入れや一発で食うよ。何事もなく平和な一日です。じゃあとりあえず今のところは何かトラブルがあってほしいんですけど。これはもう修行だね修行。そうはならないのよ。ひしがれてさ、この寒さにね、ひしがれて耐えて、全然虚しく、効果なく、頭を下げて帰るのですよ、釣りってのは。ドラマのようにはいかない。お、食ったの？ああ、やったね。やったね。こう駆け上がりに魚がつく。その駆け上がりを確実に正確に静かにするってことです。そのレンジにミノを沈めてやったりいろいろそれはするんだけれども、
それが一番引き、魚がどこにいるのかなってこうもう本当にこう想像していく。これも繰り返すけれども、釣りっていうのはイマジネーション、この想像の面白さなんですねと僕は思うんです。さあ、タイのダイクと山藤のあの美しさに見とらしたのね。下に行ってたヒレがこうやって出てきて、クマがいるって。乾いていて雨が降った後のにこの乾燥してるっていうのはね、本当に関東じゃまずないね。悪い、わざと来てもらうほどあのあれじゃないけど、こんな大きくないんだけど、すごい綺麗な、見てください、このミルクコーヒー色のあの色の中でこういう色なんですね。大きくはないけどね、見てこれ、虫食い模様、ブルックだね、ほんとね。こうなって頭出してガッ、背をガッと上がってくるの。ほら、綺麗ですね。すごい濁ってて、見にくい感じなんで、少しドリフト気味にすごくこう底ポトも叩くように転がすようにゆっくりじっくり流す。長く見せて、それでヒットしました。ここのアメマスたちはね、もうリアクション大魔王ですからね。ルアーが目の前通るともう反応せずにはいられないという。アメマスっていうのが海から買ってきて、僕らはそのアメマスをするって経験はあまりないということがあるし、ただこういうふうなこれ抹茶茶のこういうミルクコーヒー色みたいな中でもいれば食ってくって、それがやっぱりイワナなんですね。よし、やった、70クラス。かっこいいぞこれ。しかし本当にイワナはプラグが好きだね。僕らプラッガーにとっちゃ最高の相手というかゲームフィッシュ、フィッシュですね。その上で、まあ、70あったと思うんだけど、バラシタスが言ってもしょうがないけど、でね、今帰りこのフローティングミノーで開きを釣ってきたんだけど全然出ない。
やっぱりね、シンキング見るのでアップに投げてそこ取ってっていう釣り方が今この時にはいいかもしれないし、やっぱイワナってのはそこについて石につくんだな。すごい幻想的ですね。ものすごい美しい。いきなり雨のスタートっていうのもなんだけどね、気分いいねやっぱりね、北海道来ると最高。今日はこのまま一気に走って、道東の方まで行きます。5、6時間ってとこかな、途中であの仲間をピックアップして、で現地にはもう先乗りしていい思いをしてるであろうカスヤの野郎がいるから、彼と合流して、でまああの向こうの特約店さん、お店さんの方にお邪魔したりとか、いろいろと今回も思い出作りの旅をやっていこうかなと考えてます。安全運転でね、まあでも本当北海道はどこを走っても気分いいからね、今日はどのルートで行こうかななんて考えてるんだけど、まあ多分のりさんがいたら無駄に遠回りしていろいろ寄り道するんだろうけどね、まあそれもそれで楽しかったんだけどね。さあどんな旅になるんでしょうかね。方がいいですよね。うん、だから
この川はですね、両岸が、まあ、岩盤のところもあるんですけど硬い地層で覆われてるみたいなんですね。ということはやっぱり川底もそうだろうと。だから濁りが取れるのはものすごい早い、普段濁んない川らしいんですね。で昨日大雨が降ってね、どの川ももうすごい泥濁りで釣りにならない。でその中で、まあ、この川だったらもう一晩経てば濁り取れるんじゃないかっていう話を聞いて、来てみたらバッチリ。今もううちの釣り吉三平加瀬がやってますけどね、今日多分釣れます。犬が魚がね、キシキシについてるんですよ。だからそれに岸にタイトにキャストして引き剥がすように魚を引っ張り出すような釣り方だから、まあ、どっちかというとダウンクロス気味の釣りになりますよね。だからタイトにキャストして誘ってなるべく岸にべたりくっついてる魚を引き離すようなイメージで。さっきの上流のポイントみたいな、こうどうぞすり鉢状じゃなくてこういう開けた背のところは、だから向こうがもし水深があるとしたら岸辺から誘ってくる、もしくは点々とする岩、それからあと筋ね、筋はその流れの筋もあれば岩と岩の間のスリットの筋もあるし、石でできたその流れの筋もあるから、そこ丁寧にどれか一個一個攻めていく、そういうことが絶対必要ですよね。岩盤底なんですけど、ところどころにスリット入ってて、その中に魚が入ってるんで、そこから魚を、なんだろう、ダウンでちょっと送り込んでやって、魚を出してくる感じの釣り方が主になると思います。滑るんで気をつけていきましょう。上がる。うん。下の土にちょっとワーッとします。あ、そう。そのせいいいんじゃないの？チャラチャラですよ。うん。下の一気に叩いて。あ、そう。だってニジマスってそういうとこ入ってくるじゃん。結構チャラチャラだと思うようなとこに。やってみます。どうやらなんか最近アングラーが多くてね、すごいプレッシャーで朝一とかそういうこう真面目時じゃないと食わないって言われたら本当にそうみたいで、僕らはのんびりコーヒー飲んでました。朝まで、また先に言えちゃうあっちね、予想外の天気だね。予想外だね。雨降れっつと思ったらさ、大雨降っちゃうし。終わりじゃないですか。雨上がれって思ったら
こんなに晴れちゃうし、うん、雨上がりだからすごい蒸し暑いですね。どうなってんだ、あぜーん。ニジマスだった。見えた。ねえ。おう。ああ。今回僕たちは、網走に来てます。北海道の網走。網走といえばこちらのお店ブルーマリンさん、すごいザウルスもお世話になってます。ここでですね、今日はちょっと川の状況とか、まあ、この地域独特のいろんな特徴があると思うんで、そういうことを教えてもらって、でそれから釣りに行きたいと思います。じゃあ行ってみましょう。いつも自分がオホーツクエリアに来るときに、釣り場の状況とか、いつも教えてもらっているブルーマリンの三浦さんになります。はい。今回は、夏のニジマス狙いということで、このエリアのヒットルアーなどを三浦さんに教えてもらいたいと思います。ということで、はいはい、よろしくお願いします。最近主流になっているのはやはりヘビーシンキングミノーで、スーパーシンキング5センチ6センチこの辺がやはり有力なルアーになってますね。カラーとかはカラーが基本的には実績カラー、こちらのピンク色とあとグリーンゴールド、この辺のちょっと虫っぽいものとアトラクターの強い色ですね。はい、こういうような感じがメインカラーになってますね。基本的に皮は濁り常に入ってるような感じなんですけど、結構アピールカラーですけど、皮はクリアウォーターも基本的には多いんですが、雨降ると濁りが取れにくいっていうのがあるので、常にちょっと濁っている感じが長く続くっていう感じ で、その中で釣りをするという感じ で、結構アピール系カラーが人気という、はい、感じですかね。基本本流になりますので、はい、ちょっと多少遠くに、あともしくはボトムの岩盤スリットとかに潜んでるようなレインボーにアピールできるようなちょっと強めの色ですね。あとクリアウォーターになると、はい、もう一色こういう黒系のものですね、はい、ローテーションに加えてもらうとより幅は広がると思います。はい、基本はまあスパシンの5センチ、6センチって考えてればいい感じですね。そうですね。はい、あと近場では湧別川とか網走川に比べるともう一ランク広い本流の川もあると思うんですが、はいはい、そうなるとまあこの辺に加えて、あとはもうワンランクでかいような CD レックスとかですね。あとは流れの緩いところもありますので、そういったところはフローティングも有効になりますから、ミディアムディープ、ちょっとレンジの下がるようなフローティングミノーと、完全平瀬を、はいはい、平瀬とちょっとした流れの中を探りやすいこう T レックス、はいはいはい、スタンダードフローティングミノーがいいと思います。はいはい、基本的にはスパシン5センチ6センチに、あと行く川に合わせて浅いところ多い川であれば T レックス、あと川幅広いようであればこの C D レックス7センチとかをボックスに忍ばせるのに加えればいい感じですよね。カラーはもう大きい河川も同じくあれですか。僕はニジマスに関してはこういうような感じでいいと思います。あともう擦れてきちゃったりして、もうこれでも結構ニジマスなんか小さい色は好きな印象あるんですけど、そうですね、基本的には口もちっちゃいトラウトなので、はい、ちっちゃいのが有効であるのは間違いないと思うんですが、はい、あとはやはりアピールという面で見つけてもらってバイトに持ち込むという意味では濁ってるか薄濁りっていうか、まあ、水質的な多少でかいのも、はいはいはい、分かりました。はい、最低こちらですね。そうです。はい。
ブルーマリンの三浦です。ルアー担当をやらせていただいてます。うちのお店の方はですね、ルアー用品、あとフライ、マテリアル関係も様々一応取り揃えておりますので、あとルアーフライに限らず船釣り用品、投げ釣り、渓流用品なんかも置いておりますので、近くにこちらの方に釣りに来られた際はぜひお立ち寄りください。よろしくお願いします。CD レックススーパーシンキング5センチで、まあ、これですね。まあ、キャプテンさんってそのスリットの上をうまくこう横にっていうスリットのところちょっとダウン気味で、ちょっと置いておいた瞬間ガクンと持っていきました。もうちょっと大きいのを狙って開けたいと思います。バンバンの置いておいて、ちょうど優秀のシワがスリット入ってるんで、ヒントの場合になっているけども、ちょっとルアーをダウン気味に通して持っていきたいと思います。根掛かりと紙一重です。今の根掛かりで、まあ、岩盤の川なんで、もうラインが擦れてリーダーザラザラなんで、まあ、リーダーはこうなったらこまめに交換して、じゃないともしこれで60オーバー来たら多分ここから切られちゃいますからね。てかそうすると悔しいんで、ドラインはこまめに変えたいと思います。ちょうどいいリズもありますし、一応こういう糸は、まあ、ポケットのこういうボックスにポイント入れて、川には捨てないようにして、そうですね、じゃあリーダーを手に直したいと思います。今日はラインはメインラインは8ポンド、まあ、60オーバーがいる川なんで、6ポンドでちょっとこの岩盤スリットでかけちゃうと、ファイトにちょっとね、なんていうんだろう、岩盤にすられると6ポンドなんてあっという間にいっちゃうんで、まあ、ちょっと河川規模から考えると太めなんですけど、8ポンドラインに、リーダーを12ポンドラインつけてます。お店での説明通り、ピンクが爆発してます。爆発してますか？よかったです。言ってる通り、フックも伸びちゃったんで、交換しないと。どうですよ、今の感じ。小型がポツポツ。あ、小型ポツポツ。ブルーでもフックでいい。ブルーでもいいですか？今回です。まあ、下がまた、後なんで。はいはいはい。ナチュラル。下は大場所なんで、もうちょっと、そうやってみましょう。何出てきます？ちっちゃいの。ちっちゃいのが、イワナですね。あ、イワナ？エゾイワナ。俺のところのイワナ。お腹オレンジの。アメマスとちょっと違うタイプで。あの小虹。ヤマメが、ヤマメらしきものがポツポツライズしますね。
太陽出てこないからいいですね今んとこ。これで貯金感になられるとちょっと終わりですね。終わっちゃうと思う。充電器なんてでも被ってますからね。ああなるほどね。復活よりはじゃあさらに下っていきましょう。はい、この辺って1人しかやってないんで、なるほど。あそこの人って感じで、はい、どこですか。あそこの結構2人持ってる人がいて、大きいやつから食ってきますね、エルは。はい。はい。大きいやつから食ってきて、もう最初から小さいの釣れるってことは、小さいのが見れてる可能性あり。だそうです。はい。あ、レンジの違いで、やっぱでっかいのは底波に入ってる感じで。ああ、なるほど。見ればもう食っちゃう感じで。ちっちゃいのに当たってるってことは、レンジがまだ浅いか、群れて、ちっちゃいのが群れてるところに当たっちゃってる感じ。なるほど。だそうです。イワナさんも住んでますね。イワナさん、こういうとこ好きですからね。おー、雑誌とか、まあ、テレビ関係であのこういうロッドアクションの釣りをする。これがこっちの川だとどうしても規模がちっちゃいので魚が追い切らないっていうのがあるので、できれば特にレインボーの場合は若干間隔長いような感じで見せる感じの釣りの方が有効だとは思いますね。この川ね、もう今放流してないんだって。やっぱりこの大切ですよ。あの天然でこんだけの魚が残ってるっていうのは、魚本当大切にリリースしてあげてください。ぜひぜひ。
6センチの方を使っててで、トリプルフックだとね、どうしてもあのちっちゃいのがかかっちゃうの、そういう悩まされるのは嫌だから、針でっかいやつ、これだったらね、ちっちゃいやつなかなかかからないですしね、シングルフック。が消えた。ポイントがですね、ちょうど狭まって流れの速い瀬からちょっと開きの開いた感じでこうちょっとブッシュのかぶってるちょうどあのプールだったんですけども、上にちょっとあのコンクリートのなんかそうですね、護岸のプールとか、はい、そうですね。でちょうど多分餌取りに来てたニジマスが刺してきてたんだと思うんですけど、シンキングミノーで初め試してたんですけど、全然反応なかったので。もう一段下にあの攻めるレンジを変えて2投目ぐらいにグッグッとこう首振り始まったので、結構でかいかなと思ったら案の定いい魚でした、うん、はい、52センチ、はい、XD、はい、5センチアクアマリンでした、はい、ロッドは何の？ロッドは68のインターナショナルですね、はい、やっぱりね、そういうのが来るっていう前提でそれだけのタックルそうですね、本流なので何が来るかわからないので、ラインは何ポンドラインが、ベイトではちょっと細い方になるかもしれないんですけど10ポンドで、はい、10ポンドのナイロンですね、そのくらいやっぱり必要になりますね、はい、やっぱ50より上の魚、常に狙ってるそうですね、はい、いや、いい魚でした、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、怒ってます。いやいやしてたからな。結構飛んでましたね。ここねだね。チビニジ君でした。繁殖してるって感じの、すごい綺麗なニジマス。
シングルフック1本だからもう危なかった。今こいつね飛ばなかったから取れたけど、ジャンプされてたら一発でバレてたね。もうこのガンガン背ですよ。ガンガン背、ニジマスのいいところはね、そのガンガン背から食ってくる。素晴らしいじゃないですか。それが見て綺麗。ね、ちょっと返さな先にじゃん。フッとって。はい、はい、はい、はい。スーパーシンキングです。6センチのピンクバック、オレンジベリー。ちょっとね、肩は4分かけて、まあ、今一つですけども、喉を振るのは素晴らしい。見て。見て。ファイターですね、ファイター。よしよし。それぞれ10回でもできた甲斐がありますよ。この1匹で救われるようにと。まあこれから、ね、こんな昨日大雨だったから釣りをやらないつもりで遅起きってか、まあ、体が慣れてから5時過ぎには起きちゃったんですけど、まあゆっくりコーヒー飲んでスープ飲んでみたいなバカなことやってて、川見たらもうゆっくりびっくりだって言って来てみたら入って一発目の瞬間ですね。いやいやいや、まあ今日もこれから暑くなるでしょうけど、まあ、ちょっと午前中いっぱいね頑張っています。はい、ようやくお魚出ました。よいしょ。お、イワナくん、イワナです。よいしょ。うん、やっぱ濁ってるとイワナが活性づくのかな。さよなら。はい、これはいいサイズですよ。おーいしょ、おーいしょ、2時かな。よいしょ。うわー、おっと、走る走る。ちょっとずり上げちゃいますか。はいはい、いいサイズの2時です。よいしょ。あ、やめちゃったやつ。まあ濁りが入ってるし、ちょっと普段より増水してるんで、魚もちょっとしたよどみにいるかなと思って、まあ海岸、護岸ブロック入ってるんで、その際についてるかと思ってたんで、まあかなりダウンクロス気味で、キャストして、流水をゆっくり逆引きしてくるようなイメージで、アクションはまあ濁り入ってて、魚もアクションつけるとルアーを見失っちゃうかと思ったんで、スローリトリーブで本当に逆引きゆっくりとしてきたら、やっぱ流水のところでゴツンと36センチくらいのニジマスです。結構お腹デブデブとしてて、餌大量に食べてるんでしょうね。すごいすごいです、このお腹。いた
水マスかな。水マスです。バラいい感じのカバラがない。こいつもなかなかいい。結構幅のあるいい水マスです。こいつもお腹結構ゴロゴロしてますね。虫食べてんのかな。具はかかったままです。はい、入りなさい。よいしょ。いった。今の魚もさっきと同じく、まあ対岸の護岸の切れ目というか流れの護岸が当たって流れがちょっと淀んでるんですけど、そこら辺でまあ濁り入ってるんで餌を待ってるかなと思ったんで、また上流側からダウンにキャストして流針をゆっくりルアーを見せる、濁ってまあ水が濁っているんでルアーを見せるようにゆっくり引いてきてのヒットでした。ルアーはどちらもスーパーシンキーディレクトスーパーシンキー5センチのキープバックオレンジベリー、まあ水が濁っているんでアピールカラーでこのカラーを選択してやってます、うん、さあもう一本出す、出るかもしれないんでやってみます。メスがすごいな。おっと、うわー、いいサイズがここでかかっちゃった。うわー、ちょっとこの石を回してこのイージマスですけど、お、色も入ってて綺麗。としたポイントなんですけれども、この石の上の方にある岩岩のところ、ちょうど護岸に一回水が流針がドーンと当たって石かなんか沈んでるのかな、なんかちょっと下よどみになっててちょっと流れ早すぎるかなと思ったんですけれども、落としてすぐ流針にルアーが水になじった瞬間ゴツンと、結構強い流れだったんでここまで下らせてなんとかランディングした感じです。ルアーはまたしてもキーディレクトスーパーシンキング5センチのピークバックオレンジベリー、かなりハマってますね、このルアーが。これでってて時間がかかるかな。大丈夫だな。いえ、今度は行ったでしょう。そこちょうど河口が流れてて浅くなってるんですよ。で、一部こうピンピンって当たってるんだと思ってて、いらっしゃいました。気持ちの時間、それぐらいだったし、自分が油断してただけですね。よし、これも、あー、いいしょ、ニジマス。よいしょ。大場所は餌釣り師の方とかが入ってるのかな、あんまり。だ、結構。あー、こんな、大物ではないですけど。おっと、足元来ちゃって。走る走る、ニジマスは元気ですね。よいしょ。あ、また来た。ちょっと、また、ちょっと、格好悪い。うん、ここのニジマスは小さいけど全部お腹パンパンで餌相当あるでしょうね、うん、結構ゴロゴロしてるんで虫かなんか食べてるのかな。
多分スパシンはそうブリブリ系な泳ぎなんで虫っぽく見えるのかな。よし、あ、いいの出たよ。いいのが来た。よいしょ。わー、ニジマスですね。よいしょ。よし。よし。よいしょ、上陸。よいしょ。いいニジが出ましたね。これも。お腹パンパン。よいしょ。あらららら、そんな暴れないで。ちょっと待って。ラッキサイズは40センチでした。その木のえぐれの下から出てきた感じですね。ちょうどその木のところに投げて、まあ、木についている魚を誘い出すように、まあ、ルアーリトリーブしちゃうともう流れに負け流れでこう押されて持ってきちゃうんで、ちょっとスローリト糸付け取る程度のリトリーブでゆっくり引いてきたら、ぬり牛のところでゴツンと。ルアーはまたしても CD レックススーパーシンキング5センチのピンクバックオレンジベリーです。はい、いいけどな、石ゴロゴロ入ってて、大好きだけどな、これ本当自分の好き嫌いとは関係なく魚はいないですね。元気流針の手前のちょっと緩くなってるとこ、あそこに流針切って持ってきてステイさせてたらコツンとしたんですね。ちっちゃいかな、あの辺りだと。駆け上がりとかに今の聞いてもらうと思うおこぼたとか、
最初追ってきたのが見えた。そうなんですよ、あの真ん中辺に要はビューって落としてたら黒いのがふーっと出てきて、キュンジクラはキュッてなくなったんで、あ、いると思って、ちょっと最初ライムにしたのピンクに買ったんですよ、うん、そしたらちょっと落ちたらブルブルって出てきたんだけど、上で張ってもう一段重くして、はい、そこに沈めて、はい、ピンクですね。そうですね。もうずっとこのホールでパクってきちゃって、素晴らしい。北海道の方じゃなくて遠征でもし北海道に来られる方がいたらね、ぜひね、いくつかあの注意点があるんで、それだけは守ってほしいっていうことがいくつかあります。あとね、川に入るとき単独長江はやっぱり避けてもらった方がいいと思いますね。それからあのやはり一番危険なのはクマ出るので、ホイッスルとか、あとクマは撃退用のスプレーありますから、こういうものは絶対あの最低でもホイッスルは必ずあの携帯してください。これはもう本州でも一緒ですよ。月のワグマだって一緒なんだから、ホイッスルは必ずあの携帯してください。それからあとね、できればウェディングスタッフ、これは必ず持っておいた方がいいと思います。あの普段歩き慣れてない川だとね、あのそこの状況がどうなっているか分かんないし、遠征で来た時にその天候がね、今回みたいに急に変わって増水した時なんか非常に役に立ちます。それからやっぱウェディングするときはよほどのことがない限り膝より上に入んないこと、これはもうあの川歩きの鉄則、どこに行ってもやっぱりそこら辺のことは注意してやってもらった方がいいと思います。それからね、あと北海道の川でもその地域によってレギュレーションが最近あのできてきてます。シングルフックバブレスのオンリーとか、キャッチ&リリース区間というのがありますから、そこら辺はあの皆さん地元のルールにしっかりと従っていただく。それから最後に車の止め方、これはもうせっかくあのこちらにお邪魔してあの遊ばせてもらうわけですから、自分たちの車で来るにせよ、レンタカー借りてやるにせよ、車を止める場所には十分気をつけてください。あの街中とか農道に面したところがあの釣り場として多いです。あの本州の渓流みたいに山岳渓流で山の中に入っていくっていうことじゃなくて、やはり橋、ブリッジブリッジ、橋から入って橋から上がるっていうようなスタイルの釣りが多いです。ですから、橋の周りでも本当まあいっかっていうのはなし、もうこれなら絶対車が通れますっていうような場所を確保して、ちょっと離れたところでも探せばあると思いますので、地元の方にご迷惑にならないように気持ちのいい釣りができるように心がけましょう。よろしくお願いします。